はい、今日もコースの方に出てきてます。今日は、いつもこの遮音シートの、自分のコースで走らせてるんですけど、まあ、遮音シートのコース以外に、まあ、よくあるのがカーペットだったり、土のちょっと路面が結構固めにしてあったり、あと防霜シートだったりといろいろあるんですけど、今回はその遮音シートと、今日ここにちょっと見ての通りちょっとだけですけど、防霜シートを貼ってます。で、防霜シートなんですけど、かなりいろんな種類があるので、どれがそのラジコンのタイヤにしっかりグリップしてくれるのかをちょっと検証するために今回は動画にしようと思います。で、今回は、防霜シート .com さんの、大面積専用草なしシートっていう、耐候性が8年ある、しっかりとした作りの防霜シートをここに貼ってみてます。で、昔遮音シートでコースを今作ってるんですけど、コースを作る際にこの100均で買った実は防霜シートも試してみたことがあるんですね。これはかなり滑ったんで結局ボツとなって、こっちに廃棄されてます。なんですけど、一応まあ比較できるように貼ったんですけど、これで比較になるかわかんないですけど、一応貼ってます。で、この路面の上をちょっと走らせてみようと思います。グラスホッパーと、強小のレイジ、これを使って防霜シートと遮音シートで、防霜シートの安いやつと、しっかりとした耐候性のあるいいものと比較してみようと思います。で、グラスホッパーは肉なんで、まあ、肉とで、レイジはこれは四駆なんで、まあ、四駆、まあ、両方できればなと思います。100均はやっぱ滑るのは間違いなく滑ると思います。このグラスホッパーは今スポーツチューンモーターをつけてます。割とグリップします。防霜シートでもいけるかな。あ、一応グラスホッパーではこんな感じです。で、これが強小の四駆ですね。それでは今日は防霜シートの、まあ、路面のグリップ力テストということで試してみました。グラスホッパー肉でちょっと試したのと、四駆強小のレイジでこれも試してみました。で、結果としては、いつも走らせてる遮音シートと遜色のないグリップ力を、見せてくれたように思います。ただ向こう側に貼ってあった100均の上はやっぱり以前テストしただけあってやっぱ滑るなっていう印象でした。今回に関しては、防霜シートも新しいものだったので、ダメージもなく、さほど砂が詰まってるような感じもなかったんで、これが1週間2週間経った時、まあ、もしくは1年3年5年経った時にどう変わるのかなっていう、そのあたりの部分に関してはちょっとまだ、試すことができないんですけど、まあ、今後、1週間2週間ぐらいは状態で今のコースのままほっといてみようかなと思います。で、砂がしっかり入ったり目詰まりしてたらまた変わるのかもしれないんですけど、その様子はまた動画の方に上げていきたいと思います。
それでは今日に関してはここまでになります。また今後もラジコンに関する動画や、コースのメンテナンスやその他もろもろ上げていこうと思いますので、また見ていただければ幸いです。アドバイスやコメントなどもお待ちしておりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。